はい、こんばんは、山城と申します。すみません、ちょっと夜中に緊急で動画を回してるんで、ちょっとボソボソ声でね、申し訳ないんですけど、ちょっとね、コメントいただいておった、まあ、タイトルに出てると思いますけど、ちょっとコメントいただいてたところで、ちょっと気になるところとかがあったんで、まあ、コメント返しでね、出してもよかったかなと思うんですけど、ちょっといろんな人の意見をちょっと聞いてみたいなというのがあるんで、ぜひね、ちょっとコメントでね、ちょっといろいろと意見をいただきたいなと思ったんで、ちょっと、わざと、ちょっとこういった感じでね、動画でさせていただくことにしました。で、いただいてたのが、いつもね、もう、どうだろう、2年ぐらいかな、2、3年ぐらいね、ずっと、見ていただいてる、昔から見ていただいてる視聴者様から、ちょっとメールが来ましてね、それの内容のところですね、まあ、ちょっと長文だったんで、ちょっと返すにしても多分相当、ちゃんとこちらのね、説明とかをするってなると、もう相当長い文章になると思ったんで、もう動画にしてしまった方がいいかな、というところもあります。まあ、8割方がこちら側からの、まあ、返答、意見表明になります。まあ、2割ちょっと、まあ、ちょっと、どうなんだろうな、っていうところ、ちょっと正直書いていただいてるやつだけを見て、どういう判断なのか、どういうアプローチなのかがちょっと分かりかねるところとかもあったんで、ちょっとそのあたりとかはね、ちょっとずらっとやっていきたいなと思います。で、いただいてたのが、原文までネットでちょっと読んでいきますけど、まあ、山漁師に転芸ということで、まあ、私は、その視聴者様ですね。私は、いろいろな YouTuber さんを見ているんですが、もし本当に山漁師が伸びたいのであればというので、3つ、提言を、いただいておりまして。で、これちょっと長いんですけど、ちょっと原文そのままね、ちょっと読んでいこうと思います。3つ、まあ、それぞれごとにちょっと行きましょうか。よいしょ。ということで、こんな感じでいただきます。ちょっと私がまた、もうちょっと着信あたりかね。よいしょ。ってことでね、いただいてたのがこんな感じと。原文まで。一つ目が、チャンネルとしてのこだわりを捨ててはどうだろうと。で、悲しいけど、まあ、収益化するまでは自分のスタイルより視聴者が求めるスタイルに媚びた方が伸びると思うということで。要は、まあ、スタースケールとして、なんかこだわりを持ってやってるけど、そういうこだわりを捨ててやらないと、いや、伸びないんじゃないっていうところですね。まあ、そういうところです。まあ、全体的にはそういうでに関連するような流れになってるんですけど、っていうのがあるということなんですね。で、まあ、これに関しては、こだわりを捨ててはどうだろうと。まあ、うちのところに関しては、まあ、チャンネルのスタッフとしてね、まあ、質より山量とかって言ったりしてね、やってますけど、基本的には、まあ、いろいろと量を打っていき、やっていきましょう。まあね、毎日投稿とかっていう形で言ってもありますし、まあ、どっちかというと、しっかりとか、量こそ質っていうね、言葉とかもよく使ってますけど、そのあたりとかで、やってるっていうのが、多分、ですからそのテロップとかもね、うちのところ入ってないじゃないですか。まあ、多分そういうところとかのことを言ってるんじゃないかなと思います。テロップ入れて、そんな出せる動画とかが少なくなったりとか、そういうようなところの、で、そういうよりは、ちゃんと質の高い動画を作ってねって、まあ、これも全然YouTuber として成功するため、セオリーとしてはよく言われることですし、別に全然間近なことではないんでね、あれなんですけど、っていうことのところを言いたいのかなというところなんですけど、まあ、視聴者が求めるスタイルっていうと、まあ、基本的にはやはり、特に日本人向けに作る場合はね、テロップのありなしっていうのは非常に大きくなってくるよっていうところがあるんで、そこら辺のことになってくるのかなというところですね。かなというふうに捉えてます。まあ、他にも多分、動画の、いわゆる、いわゆる撮影スタイルだとか、まあ、うちのところって結構独特なことをやってるじゃないですか。まあ、これはもちろんわざとやってるんで、まあ、だから、そのあたりがこだわり、といえば、このこだわりとしてやってるところになってくるのかなっていうところなんですけど、まあ、そのあたりが、良くない方なんじゃないかということなのかなっていうふうに捉えてます。まあ、原文ままでこういうふうにしか書いただけなので、まあ、おそらくそのあたりのことなのかなというふうに捉えてますけど、まあ今までもね、コメントいただいてたコメントとかを、加味するとね、そういうとこらへんかなということですね。で、ですからまあ多分、どういう系を求めるか、それとちょっと後半の方に話します。3番とかにも触れてくれるので。で、2番目のところが、ST 〇〇のような、整理番号は後ろに回した方が良いのではということですね。まあ
あ、うちの動画、このね、よもやま速報は後ろの方に、ね、実際つけてあるんですけど、メイン動画ですね、ST のやつとかと4つ目とかのやつは、前の方に来るようにしてあります。で、これが後ろに回した方がいいだろうということですね。で、気になったのはここなんですよ。小刈りのところですよ。仮に面白い動画だとしても、頭に投資番号があると、内輪ネタだと思われて、視聴者が敬遠する一要素になっていると思うっていうことなんですよ。これが、ちょっと、よく、まあ正直言うとよくわからないところなんですね。内輪ネタだと思われる、頭に内輪、頭に番号がついてる、これは内輪ネタだ、なんだ、内輪ネタだったら寂しいんだけじゃないのってなるっていうことなんですよ。そのロジックがちょっと正直わからないんですよ。そのあたり、なんか、なんじゃないの、こういうような、あれですよっていうのが、ご本人様からご投票いただいてもいいし、他の方もね、これはちょっと、ここがちょ特に意見いただきたいところで、いや、そうそうそう、あのね、前にそういうふうに番号とかつけてあるのは、まあ、実際 YouTube ではあまりないんですよね。YouTube で投資番号頭につけてるところって本当に有名どころさんではまあないですよね。で、出るところっていうと、いわゆる Vlog 系のところがこういったところが多いのかな。投資番号っていうか日付にしてあるところとかをね、がなってるところだけど、まあでも、冒頭よりも文末につけて、まあ冒頭は基本的に特に YouTube は、墨括弧はね、つけるとかありますけど、墨括弧でちょっと目立つ、トーンとつけてね、奇跡とかね、墨括弧奇跡、びっくりマーク、墨括弧閉じるとかね、なんかこんなのがあった、こんなことやったら奇跡が起きたみたいなね、有名人に会うまで、帰れない、散歩をしてたら奇跡が起きたんだね、タイトルがついて、とかっていうようなことをするのが多いんですけど、まあ、特に企画系 YouTuber とかそうですよね。っていうのがあったりするんですけど、これに関しては、まあ、単純に、うちのところの場合は特に、今、もう、まあ、もともとはと言われて、まあ、最初、誰だったかではちょっと、もう、あれですけど、まあ、そういうふうに、ジャンルを分けた方がいいんじゃないの、みたいな意見も、まあ、あったところで、まあ、やってましたけど、まあ、結局、まあ、うまいこと言ってない。結局、視聴者が分出してるんで、まあ、1000人ね、超えるまでは、ちょっと、そのやり方はどうだろうということで、まあ、こちらでね、戻してやるっていうふうになって、余計、実は、頭に持ってきといた方が、結局、4つ目のようなやつを見たい人と、旅系のね、いわゆる散歩系の動画とか、そういうのを見たい人とかっていうのが、ある程度、ちょっとわからないといけないんじゃないかなってことで。まあ、で、よもやま速報に関しては、どっちかというと、その投資番号云々よりも、今出てる話題のことを、どうぞキーワードに来た方がいいと思うんで、まあ、なんで、これに関してはね、投資番号を出してないんですけど、まあ、これは、投資番号じゃあどうしてつけてるのっていうと、まあ、二つ、大きく言うと二つあります。まあ、一つ目は、まあ、単純な話で、うちのところのファイル管理の問題ですね。ファイル管理とかシステムのところで、YouTube のやつって、投資番号を後ろにつけてあっても、検索でうまいこと拾えないんですよ。だから、これって何番まであったかなとかっていうのを、YouTube の検索システム、これ、クリエイター用の検索システムがあるんですけど、それでやると自分のところの動画でとかバーッと出るんですけど、基本的に、途中文のやつが検索できないんですよね。YouTube スタジオのやつで。で、するので、投資番号のやつで、その記号で入れとくと、自分のところが、いつに上げた動画、この動画何番までどこまで上げたよとかっていうのを、管理しやすいっていうのがあって、まあ、あとは自分がファイルをバーッと保存してあるんですけど、その保存してあるファイルが、まあ、うちのところだと、元のね、データのやつと、スマホから落としていくデータとか、動画データだけでもね、多分ね、5000は超えますね。5000から多分7000ぐらいのファイルになるんじゃないか。その出来上がった完成品も保存してとかっていうのやってると。ですから、それだけの量があるんで、まあ単純にそれを、管理しやすいようにしてるっていうのはあります。まあ、ですから、普通の方が、内輪の事情って言えば内輪の事情なんですけど、ただそれよりも一番大きいのはこっちの方で、うちのところって要はシリーズものとしてやってるじゃないですか。ですから、シリーズものとして、やっている兼ね合い上、どのシリーズの、これない、なのかなっていうのが、の方が、分かりやすい方のが、
見やすい。ですから、まあ、プレイリストとかをぜひ、使ってみていただくと見やすくなっておりますとかっていうのをやってますけど、で、これは、ニコ動の方だと比較的ある文化なんですよ。どっかでもいいことあると思うんですけど、YouTube って基本的に1動画で1作品にする傾向がある。だから、1時間とか3時間とかね、長いやつだと本当4時間とかあるような動画でもう、その4時間の長尺でドーンと出して、基本的には1、うちのところで言う1シリーズみたいなやつは、1動画でまとめるっていうね、やりますよね。まあ、やって前編後編とかですよね。一番わかりやすいやつってどこだろう、企画系でやってるところで。あそこか。東海オンエアさんがやってるやつだとか。寝たらそこ、奇策の旅ね、200日。あれなんかは4話か5話ぐらいに分けたりとかしてますけど、まあ、200日ずーっと回しっぱなしですからね、寝ずにだって撮り続けるっていうんで。っていうふうにやってますから、それぐらいのやつでそれぐらいって感じのはありますけどね。よっぽど超特大ネタみたいなやつですね。ですから、まあ、うちのところはそれを小出しにして出してますよっていうところがあります。これはもう完全に、戦略上でそういったふうにして、出してシリーズとして、まあ、ですから、取れ高あったところをね、なるべく多く出す。で、まあ、最終的には、うちのところの狙いとしては、それを切り抜きしてくれるとかね、そういうのがあるっていうのが出てくた時に、そういうふうにしておくと、まあ、わかりやすい。時系列とかもわかりやすい。視聴者様もその方が見やすい。まあ、一番がこれなんです。結局、いや、後ろにあるよりも前にあった方のが、正直言って、うちの、出してる動画のスタイルからいくと、絶対的に、それが、後ろにある方のが、お客様にとって、不都合が多いっていう判断です。まあ、ただ一応お客様からはこういう意見があったんで、他のお客様どうなのかな。まあ、これ、それこそ周りで実際にね、コンタクトが取れるところからの意見だと、このあたりに関しては、まあまあまあ、そういうところなんですけど、まあ、ただそれも要は、このお客様から言わせると、いや、それは全部、うちはネタでやってるからそうなっちゃうんじゃないのっていうことですね。もっとでかい、ね、パイを取りに行くには、それでは良くないんじゃないかっていうことなんだと思います。ただ、それで出してる、この後ろに持ってくるとかっていうのが、それは改善案として、正しい改善案かって言われると、私はそうじゃないんじゃないかっていうふうに思うんです。まあ、このあたりをちょっと、いろんな方の意見をちょっといただきたいなと思ってますというところですね。まあ、多分、そもそも一番のところと噛み合わせると、そもそもシリーズものっていうのも良くない。だからそれもガラッと変えて、まあ一本の動画でしっかりテロップを入れて、しっかりとね、作り込みをして、っていうのをしっかりとやって、で、いうところから2番で、だと、まあ、そういうのをやるっていう前提だったら、まあ、例えば、整理番号とか、まあ、うちはネタって、まあ、うちはネタってのもよくわからないんだけどな、っていうのがあって、まあ、まあ、っていうのがあるということなんですよ。まあ、だから、ちょっとそこは、の前提で2番を話してるのかなというところもあったりとか。で、3番が数打てば当たるのは間違いないとは思いますが、やはり意味のある改革をしないと体力だけ持っていかれますということで。で、うちは〇〇。いや、スターステールなんで〇〇というスタイルは捨てて、常に新規の人をターゲットにした動画作りをということで。まあ、これはもう、いわゆる、動画をね、今、いわゆる、視聴者さんのね、数を増やしたいよとかっていうところだったら、まあ、土星論ですよね。土星論です。これはまあ、超土星論ですよ。土星論なんですけど、これ、数で渡るっていうのは、多分これは今月2月に、1ヶ月で150本動画投稿しますっていう動画。これに対するコメントなんですけど、ですから、数で渡るっていうのは、あれですよっていう。では、量でもあれじゃないですかっていうところですね。もっとちゃんと質を高めて、まあ、っていうのがあるのかな。だから、1、2、3番を通して、まあ、多分全体的に言いたいことは一つなんですよね。より、いわゆるトレンドに乗ったね、形で、ちゃんとした、視聴者様、YouTube で見てる大半の人たちが、好きだよねっていうものを、ちゃんとトレンドに乗った形で作って、ちゃんと YouTube のセオリー通りに作って、テロップとかも入れてね、そんな何割にも負けるんじゃなくて、ちゃんと面白いところをね、ちゃんと練習して、ディレクションして、カットして、まとめてね、やるような形にして、で、ちゃんとそのタイトルの付け方とかも、ちゃんと YouTube のセオリー通りにして、ね、いわゆる、書いてあることは、ほぼほぼあれですよ。書いてあるだけのことをちゃってやると、基本的には、
いわゆる、よく YouTube で動画を伸ばすためにやってる、結構、インストラクターというか、コンサル系とかで、YouTuber の、YouTube のチャンネルをヒットさせる方法とかって言って、やるところ、結構もう、ほぼほぼセオリー通りのことを言ってますよ、ということでございます。なんで、ド正論です。基本的には土正論なんです。だから、そこのところで、っていうところなんですよね。で、まあ、だから、無駄なこだわりを持ってるっていうのは良くないっていうのは、これはもう本当に、そういうような業界では、もう、グーの音も本来は出ない、性能なんですけど、これが、難しいというか、どうなのかなっていうところも数えてます。で、これに関しては、まず、次150本投稿ね、やりますよって言ってますけど、まあ、実際に動画公開されたら、実際わかりますけど、全然手込んでない動画なんですよ。ですので、まあ、確かに、正直、アップロードのスケジュール管理とか、まあ、大変なところはもちろんあります。ありますけど、もう、だって今の時点で110本ぐらい動画はできてるのか。ね、もうスケジュールの設定もしてありますからね、今ね、予約の枠がすごいことになってるんですよ。何ページこれ予約枠あんねんって。3ページ、4ページぐらいいってるんですよね。ですからね、めちゃくちゃ実は、見るのは大変なことになってますけど、まあ、そんなようなぐらいなんですよ。で、数でも当たるって言ってますけど、そもそもそんなに数でも当たる、まあもちろん、で、いうような感じじゃなくて、そもそも数を打つだけしか目標がないんですよ。ここが大事なところ。まあ、もちろん、新規で入ってもらうために、バラ円巻くみたいな意味合いで言ってますけど、ここに関しては、この月150本投稿に関しては、認知機会の獲得っていうところで2つのところがあるんですよ。1つ目、単純に動画が大量に出ると、新着動画みたいな形で出やすくなりやすくなるよねっていう狙いがある。これが一番のように見えるじゃないですか。そうじゃないですよ。これに関してはもう、月150本出しましたっていう、一つのネタ動画だと思ってください。1ヶ月をかけて撮る1本の、ネタ動画だと思ってもらった方がいいです。だとしたら、YouTube でやっとるか、底辺行く何やっとんの、先月はですね、月に150本投稿やってみたっていうのをやってみました。何それって感じじゃないですか。っていうような感じの話題作りにもなるんで、まあそういう意味では、私が YouTube やってても一つそれですけどね、っていうのがあるんで、単純に、そこだけの話です。一月に150本も動画を上げる人いないのに、ジュニアさんとも多分全盛期、ああ、でも、100本ぐらいは開けてたと思うけど、150は行ってないと思うんですよね、さすがに。ですので、っていうような感じのネタです。っていうふうに思ってもらえば、そこら辺に関しては、だからそこがある。だから、どうせの150本動画上げますって言ったら、そんな、闇雲に打つんじゃなくて、ちゃんと質の高い動画作って、ちゃんと視聴者様の、魅力を、見に来てもらったらね、視聴者様に、興味を引くような人。いうのは、土星論です。土星論なんですけど、そもそも、なんて言ったらいいんでしょう。全然、話の前提にしてるところ全然違うんで、っていうところですね。だから、それが、まあ、この人に言わせると、こう、何割かあるんじゃないかっていうところだと思うんですけど、じゃあ、この、難しいのは、結局、じゃあ、どっちかというと多分、こういうふうに書いてきていただいてるってことは、多分、この書いてもらったコメントをいただいた方の中では、多分今までも話聞いとっても、基本的に自分の中で結構しっかりと答え持ってるタイプの方だと思うんですよ。もう私もどうも多分年上の方ですし、コメントとかでね。まあ、この今出てきてるコメント以外にもね、もうずっともう何件もね、コメントやりとりとか、生放送やってた時はね、よくコメント書いてもらっとったり、それで応答とかしてとかってやってたんで、まあまあまあ、ね、ある程度、情報は分かってるんですけど、っていうところから行くと、多分、よく見てるっていうのが、基本的に多分、いわゆる YouTuber さんの動画っていうよりは、スープさんとか、西園寺さんとか、あっちの方、いわゆる鉄道系 YouTuber さんねと見てる方、みたいなんですよ。で、おそらくそういうふうに書いてきてるっていうところからも、そういうのに対してどういうふうにやっていくかっていうアプローチでいくと、どっちかというと多分、
理想としている、その白砂浜の、この火山の中でね、多分理想にしてるのは、多分鉄道系みたいなところで、ですから、結構送ってきてくれる情報とかも、今度、小田急でこういう、ガムさん、あれ、ガムさんのイベントだったっけな、サイモンさんとかガムさんとかが来る、ああ、いろんなも来るんか、カノさんとかも来るっていう、いわゆる、多分一般の YouTuber さんを見てる人だと、ちょっとピンとこないかもしれませんけど、いわゆる鉄道系 YouTuber さんとしては、もう10、サイモンさんとかガムさんとか10万人超えてますもんね、っていうようなところの方とかがわーって来るっていう、鉄道系のイベントのやつとかで案内くれるっていうことなんで、おそらくその鉄道系のところとか、そういったところを、のイベントとかを、トレンドに乗ってね、見てきて、で、出す動画も、ですから、これで、その、なんか、今度やると、なんか、福福線とかって、なんか、その、特急が並走して走るみたいな、そういうような、なんか、やつが、なんか、目玉らしいんですけど、そういうのを撮ってきて、そういう、先頭に撮って、どうのこうのっていうようなところで、やってて、いわゆる鉄道系 YouTuber さんで、その、西園寺さんとかがやってるのが、いわゆる理想系の形みたいな感じで、っていうようなところだと思うんですよ。いわゆる、形式とかそういうのをやってとかっていうようなところとかですね。簡単に言うと、その鉄道系のところっていうのは基本的に、作り方としてはカチカチカチって作るんですよ。なんて言ったらいいのかな。YouTuber さんで、一般の YouTuber さんだとどこなのかなと思うんだけど、断言しにくいですけど、多分バンバンザイさんとかって結構カチカチカチって、セリフとかも作り込んであるなっていうところあるじゃないですか。そういう結構、方の方のチャンネルの方のイメージですね。っていうような、ところがある。要は、で、特に鉄道系っていうのは、本当にタイヤをきちっと決めたような感じ。で、それこそ西村京太郎のミステリーのやつじゃないんですけど、時刻表のその裏を使ったようなやつとか、そういうようなところですね。ここでマイナス1分だけど、実はここは実は乗り換えができる、方法があってみたいなのを駆使して、奇跡的にたどり着くみたいなのを、シナリオ通りにやるっていうところですね。ですから、ダイヤグラムを組んでっていう感じです。っていうのが、基本的に鉄道系のところの作り方なんですよ。で、多分そういうふうにして作りましょう。うちの場合、鉄道系のやつを撮ってても、ね、その形式の紹介はね、適当やし、間違ったことも言いますし、記名はよう間違えてますし、なんなら乗り遅れて、どうしようなって、途方に暮れてね、しゃあないから、とりあえず散歩してみて、たまたま見つけたバスに乗って 別のところに行ってしまうとかで、いうようなこともとかも起こる。で、これはうちのスタイルで、それがだから多分鉄道系の人からしてみたらもう絶対ありえないんですよ、うちのチャンネルって。だから鉄道系のところと、組んでもそんなに、親和性がないなっていうところがあったりするんで、わかりました。もしかしたらその、ここら辺はあくまで想像で話をしてるんでね、そうじゃなくて、もう全然、もっとね、普通、一般的によく言われてる YouTuber さんのところのところをもっとあれした方がいいんじゃないかっていうのかもしれませんし、もしかしたら東海オンエアさんとかね、ヒカルさんとか、ヒカルさん。トークやるっていう意味、トークがメインになってきてるっていうと、ちょっとヒカルさんっぽいっていう。でも、企画内容は全然違いますからね、あれですけどね。とか、ヒカキンさんとかね、そういうところのあれじゃないのっていうの、だったら、またちょっと話のあれ変えるんですけど、多分、おそらくその鉄道系のところっていうところなんだと思います。ただ、鉄道系に関しては、いくつかあります。言ったけど、うちがそもそも鉄道に詳しい人だったら、全然バリバリ詳しい人だったら、そっちの方で勝負を仕掛けて全然ありだと思うんですけど、まずそんな全然鉄道詳しくないし、基本的にその鉄道好きな人の、プランの組み方、こういうのがいいよねっていう考え方と、車で旅行をしたがる人と、抜本的に違うじゃないですか。で、私の方が基本的に旅行するときって車で従う方の人なんですよね。で、鉄道好きな人と私も旅行したことあるんですけど、本当に、ビチーッと、2泊3日の予定、ビチーッと全部分単位で決めてあるんですよ。びっくりしましたね。こういう行動計画表ですって、ポンと渡されて。何分の電車に乗って、ここから5分ここの観光をして、するとここのところが見れます。そこから戻ってくると、ちょうどこの何分の電車に乗れてみたいな、やっとビシーッと書いてあって、マジか、逆に疲れねえ、これ通り動こうとする。でも、鉄道系の人はそういうふうにビシッと決めて、時刻表とか見てビシッと決めて、それ通りにビシッと動けたら、よしっていう楽しみなんですね。ですから、抜本的にそこの楽しみ方が来たんで、だから多分、その
考え方が前提にあるのかなっていうところは見えますよね。2番のその、後ろに回すとかそういうようなところとかも、カチカチカチっていう感じじゃないですか。っていうのがあったりするんで、だから、これをまとめて言うと、まあ、私の感想としてはね、まあ、土星論ね、土星論なんですけど、そもそも、これって結構、細かいところの話もしてますが、抜本的にストラテジーの、方向性の変換の話になってるんですよね。全部最終的にまとめると。ですので、それは、それが、古いこだわりだとかって言われたらそれまでなんですけど、そもそもその狙ってるターゲットが、全然違うところの話のところをしてるんで、だから、多分抜本的に、だから、それで正道なんですけど、それだと、だから、入ってきては、まあまあ、千人超えてないね、人間が言うのは、言ったらね、オカルト違いではあるんですけど、ただ、マーケティングとかがね、やってる身なんでね、一応社会人として働いてね、そういった売り上げのね、やつとか、まあもちろんちゃんと、店長とかやってた時は、ちゃんと売り上げ計画とかね、どういうような集客計画とかそういうようなの立てて、まあうちの場合は外交販路とかかけてね、まあ知ってる居酒屋さんとかそういうところまで、拠点外交って言うんですけど、ね、そういうところにちょっと、クーポン券を渡して、させてもらって、とかってやってたりするんだけど、まあ実はあれ一番大きいのは、その時に、オーナーさんとか店長さんとかに、普通に置く割引の家庭も割引率になるから、10%オフに置くんだったら、30%オフになる、割引券を、実はこっそり、よかったら、置かせてもらいたいけど、店長さんが、これ、またよかったら使ってください。これはちょっと店頭に並べれないやつなんで、とかって言って、いうような感じで、実は結構店長さんとかのところに、アプローチをかけるとかっていうのが、実はうまいやり方だったりするんですけど、まあそういうのを、ちょっと、惰性になっちゃうんで、あれですけど。っていうようなところなので、まあ、ですから、これ、変えて、まず変えれば、まず伸びるよねっていう前提のところの土星論なんですけど、それ本当に伸びる。多分これやってるチャンネルの方が多いんですよ。やってて1000人いってないチャンネルなんての方が全然多いんで。うちのところって、このやり方やってて、1000人超えてるところっていないんですけど、1000人超えてないところもうちだけなんで、っていうことは、当たったら大きいっていう言い方のように見えて、実はこっちの方なんか、自爆固めて言うと、硬いやり方なんで、というふうに思います。で、そもそも狙ってるところが、ちょっと違いすぎるんじゃないかな。なんて言ったらいいのかな。まあ、私が今から、かまど屋みたいなね、ほか弁屋さんがいます。って言って、ご飯に、とかそういうところをしっかりと力入れてやってますよ、っていうので、ね、まあまあ、うちの場合はよくお漬物屋さんって言って、まあ、漬物ご飯みたいなのを売ってるんで、誰が買うねみたいになってるんですけど、ただ、漬物好きな人だったら絶対好きになってくれるよねっていうところで、ただ、それが少なすぎるから、出してきてるのが、だからパンを作りましょう。ハンバーガーをちょっと作ればいいんです。トレンドはハンバーガーですって。ご飯炊いて、弁当を作ってるところで、今のトレンドはハンバーガーです。さあ、ハンバーガーを作りましょう。だから、このマクドナルドのハンバーガーが一番売れてるんだから、マクドナルドのハンバーガーのようなハンバーガーを作りましょうっていう話を、ご飯炊いてる横でされてる感じになってるんですよね。抜本的に違うんだなっていう、ところが、あるのかなと思うんですけど、まあ、これはちょっと皆さんの意見も聞きたいところかなと思います、全体的にはね。ぜひ、いろんな意見ちょっと聞きたいんで、意見の質を絶対質とかね、やっぱしまだまだ少ないチャンネルなので、いろんな意見を聞きたいなというのがあって、まあ、ニコ動の方だとコメントのところに限っていただきやすいので、ニコ動の方でもちょっといろいろと意見聞きたいなというので、今回ちょっと撮らせてもらってやらせてもらっておりますということですね。まあ、うちとしては、まあ、いただきましたけど、まあ、基本的に、言われて、これは間違ってたわ、うちがね、もらってね、まあでね、もう全然うち間違ってたわってね、ダメだ、これのやり方やらねえとっていうふうになるんだったら多分やりますけど、まあ、抜本的に、そうだね、海に出てどうやって魚を取ろうかなって言ってるときに、どうやってその、畜産業をやるかみたいな話になってるんで、
まあ、もちろん、これあたり深く言うと、あれなんですけどね、森が、森の土がね、海を作るんで、実際にはそこら辺とか連携を図っていかないと、実は長期的には100年後、200年後っていう海の資源っていうものを確保するときには、実は重要な話だっていうところがあったりするんですけど、まあ、その話は、ちょっと、まず別話になってしまいますんでね。っていうところかなというんだんで、まあ、うちとしては、まあ、特に方針は変えずに、やりますよっていう結論が出てるんで、あれなんですけど、この辺に関して、よりね、ちょっと、いや、これ多分こういうことなんじゃないとかっていう、ピンとくるものあったら、いろいろちょっと回答して、そこからね、また新しいイノベーション生まれるかもしれません。ちなみに、トレンドに乗るようなやつ、企画っていうのは実はもう考えてあって、3月ぐらいから、めちゃくちゃトレンドにこびる企画自体は実は考えてあるんで、それをやると思います。やるんで、これとは別でね、いうのがあります。ただ、多分、それは、トレンドに乗ってこびたような動画は出すんですけど、抜本的に、その動画が出ても、多分、この人が思ってる、そのトレンドに乗ったこびたやり方とは全然違う話になってるんで、まあ、そのあたりは、まあ、呼ばれてもね、っていうところがあったりするんで、というふうに思います。まあ、ちょっと、このあたり、皆さんの意見をいただきたいなと思います。ということでございます。まあ、今回はこのとかね、これぐらいね、示させていただきたいと思います。ぜひね、コメントでね、いろいろと教えていただければと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。